はい、こんにちは、コムさんです。マクラーレンホンダ MP45 ですね、続きやっていきます。前回ですね、セナのヘルメットね、中研ぎやって最終クリアやりましたと。で、中研ぎ前はね、ちょっと出来いまいちかなと思ってたんですけどね、なかなかいい出来や場合になってきたと。色もね、いい感じで、なんか画像で見るとね、このグリーンがどうも薄く見えてるようなんですけど、大丈夫かな。実物はちょっと普通にね、いい感じの緑かなと思ってます。あとね、このデカールのね、形状でね、しょうがなかったんですけどね、ここもうちょっと緑上までね、当てられたら最高やったかなと思うんですけどね。実はあるんですよ、厚みはあるんやけど、これ上げちゃうとここのラインが完全に狂っちゃうんですよね。だからヘルメットの形状から変えていかなあかんってことになるのかな。でないとなんか不自然なような感じになるっていうね、ところやったんで、もうこれで合わしましたけどね。はい、よくよく考えるとね、もうちょっとね、このここの開口部ね、ギュッと締まっててもええんかな、なんかちょっと変な感じになるんですけどね、この形状でここが細くなるとね。ただセナのね、鼻がね、ちょっと長いんですよ。これセナもうちょっとギュッとこう鼻は高いんでね、こうね、なってて、ここがもうちょっと短い感じするなっていうところです。まあ倍差つけるんでね、まあいいかなと、こういう感じですけど。はい、で、他ですね、リアウィングのね、フラップですね、黒く塗りましたよと。ここね、黒く塗りましたよと。で、翼端板、フロントの翼端板に木製のスキットプレートね、つけましたよと。スリ板ね、ここがあのガツンガツン擦れても大丈夫という感じに、されてるものだと思うんですけども、ね、ここ破損しないようにということでしょうか。ね、保護台っていうことになるのかな。どういう意味合い、これは空力でこれつけるってことはまずないと思うんですけどね。若干空力も考えてるのかな。こっち変えてるからね。どうなんやろ。その辺は、はい、定かではないんですけども。はい、そしたら、フロントのね、ウィングとのね、うつうつ攻撃してあるんでね、この翼端板。ちょっとね、取り付けた時にね、隙間空くのでね、ここ調整してます。ここね、これまあ調整でもこれ削っただけなんですけど、これでね、しっかりピタリつくということになりますね。はい、ね、ウイングの幅は変わらないんでね、翼端板がこう厚みの分よるっていうだけのことでね。はい、で、今日はですね、何をやっていくかと言いますと、何をやっていこうか、まあフロントウィング組み立ててもいいですしね、いっぱいやることあるんですけど、まあまあシートベルトからいきますかね。シートベルトをね、一応ね、もうこんな感じでベルトの準備はしてるんですけど、これなくしたら大変なんでね、優しくこのパーツね、これに、通していきます。まずは、どれ使うんですか。これやったかな、これやな。はい、これをね、一回ね、通していきます。これにね、出来栄えはそんなにね、めっちゃリアルにできる、精密にできるもんでもないと思います、コムさん的には。かなり作り込まれる方はね、金具のとこもしっかり作り込んでね、ベルトもかなりね、形状しっかり作り込んでっていう感じだと思うんですけど、クムさん的にはそんなにね、がっつりいかないんで、そこそこ、あ、まあそんなもんかなぐらいな感じでね、作るんで、ちょっとハサミ大きいから切りにくいな、ちっちゃいので、こんなもんかな。最終的には台紙はめくるんですけどね、今めくれるとちょっとね、作業やりにくくなるんで。はい、映ってるでしょうか。こうですね。で、この糊の部分をこう入れて、で、しっかりとくっつける。こんな感じね。こんな感じですよ。そしてね、長さ調整なんですけど、長さ調節をちょっとしていきたいんですけど、まあ、見た目ですね、ちょっと長めに置いとこうかなっていうぐらいでしょうか。この辺りね、
このぐらいあったらいいかな。で、巻きつける分もいるんで、いるんかな、はい、これですね。ちょっと短かったかもしれないな。短かったらまた作り直すか。こんな感じでできましたね。そしたら、少し残して、これを巻きつけるんですけど、これカットしていかなか。どこなこちゃってね。こうですね。これが太いやつね。太いやつ違う。型の当てるところね。こんなもんかな。あ、ちょっと短いか。ちょっと短い、ちょっと長いね、まだこれ。もうちょっと。こんなもんかな。そうですね、このぐらいで。OK。はい、危ないです。今ね、勝手にカメラ止まっちゃってましたね。はい、またちょっと続きからね、いきますね。この辺りもね、編集でね、切ればよかな、編集で切ってる状態で続ければね、問題なくいけるんですけどね。一応ね、カメラ止まっちゃってたんでね、止まっちゃってましたって報告ですけども。はい、よいしょ。これね、ちょっと待ってくださいね、危ないね。ここにね、これが肩当ての部分ですね。結構長いですよ。この辺からね、こっちまで。あ、これちょっと短かったかもしれないね。もうちょっと長かってもよかったかな。あ、でもあれですね、巻きつける分がいるんで、こんなもんかな。うん、こうですね、こんなもん。で、これをね、折り曲げていく。で、これ今一応折り曲げますけどね、後でちょっとこの裏側のね、テープの台紙をね、取るかな、取るんでね、その時一回これまためくるかな。うん、めくるんですけどね。巻きつけた分ね。はい、こんな感じでちょっとだけ分厚くなるというところですね。まあ、かすかに分厚くなりましたよぐらいなもんですけどね。なんかごつくなってんなっていう印象だけあれば、いいんじゃないかなっていうところですね。そして、次ね。次は、これでいこうか。これも巻きつけていこう。よいしょ。あ、これ短い方でいいから。これ使っていこうかな。これ使っていこうか。うん、いっぱい余ると思うんですよ。どちらみちね。これでいけるんでね。これ使っていきます。切って余ったやつね。賞味のやつはまたね、残しておくと今度ね、何かのやつ使えるんで。これですね。はい、そしたらこれ通していきます。ここですね。ここへ通して、こうですね。で、あ、ちょっと切りすぎ。よいしょ。切れるかな？こんな感じね。ましたね。で、これ先端ね、ちょっと細める。これちょっと長さ調整せなあかんから、後からの方がいいかもしれないですけどね。まあ一応形的にこんなんですよみたいなね。はい、で、まあ長さ調整はまだせなあかんのでね、あれなんですけど、まあ一旦切りましたよと。そしてこれちょっとね、ここ擦れてるんで切っときますね。
長さはちょっと微妙なんですけどね、もうちょっと長く欲しいんですけど、もうめっちゃおうか、めくらずにここだけ切ろうか。そしてここね、これがむずいのか、ここのね微妙なところで通していかなきゃなんですよね。これ通るかな、通らへんのちゃうかな、これよし、取りましたね、取りましたよ。そしてこれをこっちへ返すと、こうやね、よいしょ、はい、こんな感じですね。これがねベルトの方で、これがね上のペロンとしてるやつね、結構セナのやつ長いんですよ、上がねもうかぶってるぐらい長いんで、はい、こんな感じにしときました。はい、シートベルトね、2つこんな感じでねできたんですけどね、これでここね、先端だけくっつくようにこの裏側はね同じ布地のものをここまで貼りました。ここちょっとこんだけしか使えなくなったんで、心細いというかねなんですけど、こっちもね裏側はあ、これは折り返したんかな、でここがつくところですね。そしてこれがね、めくって、これめくってここくっつくようにねするやつですね。こういう感じで2つね、こっちもこれ裏側に貼ってます。でこれはまだめくってないんで、めくってからね貼り付けるかな、うん、そうか、もうこの紙このままでもいいんですけどね、まあちょっと貼り付けましょうか。これでいけるかな、この
今あるやつはね別に、何もね支障ないんですけどね、じゃあこれ貼るな、めくらなかな、こっちですよね、このこっちのねベルト、体を締める方のベルトの方がここね、ノリやとねここのデカールに、まあ、クリアしてあるから大丈夫だと思うんですけど、このデカールに支障をきたすので、あまりねその辺荒らさないようにねしとこうかなと思って、裏側貼りました。ペタッと貼り付いちゃうとデカールごとね次外すときね、ベルト外すときに、持っていかれる可能性が出てくるんでね、はい、くっつかないようにね、まあある程度くっつけていったとこはね持っていかれるのはねしょうがないんですけど、できるだけねセナさん降りた時点でもねデカールが残るようにっていう風なところです。はい、コムさん的にはそんな感じで思ってます。まあ、下ろすことないでしょうけどね、下ろすことは多分ないとは思うんやけど、もし降りた時にねできたらね、シートベルト外した時にできたらデカールが残っててくれたらなっていうねやつです。でこれ一回ねビーってめくっていきますね、こんな感じでね、向こうは全部めくっちゃいます。これよいしょ、まあ取れないな、ちょっと噛んでるのかな、まあここまででいいでしょう。そしてこれをもう一回こうちゃんと折り返しときます。そうするとしっかりこれがくっついてくれると、これね折り返しですね、この分厚いところの折り返しで、これをいよいよねシートベルトくっつけていくわけなんですけども、ね、こう入れてちょっと長いかな、もうちょっといきたいね、中まで入れたいんですけどね、ほんまはちょっとね入りそうにないんでちょっと切ります。先にくっついちゃうんでね、あ入ったね、あ入りましたね、結構入りました、よかった。そしてここね、肩口のところ、こんな感じ。そしてちょっと見えにくいんですけども、これをこうですね、あちょっと長いね、ちょっと長いんで切ります。一回外そうか、今いいとこまで入ったんですけどね、上げとこうかな、上げといて切ろうか、ちょっと長い、このぐらいかな、よいしょ、うん、いい感じの長さになりましたね。どこ、あちょっとこっち過ぎたな、よいしょ、はい、こんな感じですかね。これもちょっと長いんでね、ちょっとこう立体感を持たすためにちょっとこう動かしておこうか、
はい、こんな感じどうでしょうかね、シートベルト。もうちょっとね、こうくっつけたいですけどね、ここくっつくようにしていたかったな。はい、片側こんな感じでね、つけました。あとここのね、ボスやったかな、デカールあるんですけど、あれはまたね、後で貼り付けるということにします。で、クリアコートもね、しっかりやろうかなと思います。はい、そしてもう片方の方ね、こっちもこれめくっていきます。よいしょ、こんな感じで、でここで切っとこうか、でそして折り返すと。はい、そして反対側のね、シートベルト。お、入ったね、うまく入りました。ちょっと短いかな、こっちは。もうちょっと出しておこうか、こんな感じで。こっちがちょっと長いね、こっちがちょっと長すぎるね、もうちょっと切ろうか。一回外そう。よいしょ。で、ここにちゃんとつけて、はい、シートベルトね、こんな感じどうでしょうか。ちょっとね、いろいろまあありますけどね、こんな感じでシートベルトつきました。かっこいいですね。ちょっとね、剥げたとこはね、まあタッチアップするか、まあこんな感じ擦り切れてでも雰囲気あっていいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで、まだセナさんね、これちょっとまだ研ぎ出ししてないんで未完成なんですけど、一回つけてみましょう。ああ、いいですね。まだくっつき悪いですけどね、ちょっと置いてみてるんですけど、こんな感じどうでしょうか。はい、こんな感じです。はい、そしたらね、セナさんのシートベルト終わりましたので、フロントウィングね、翼端板ね、接続していきます。これはもう調整してるんでつけるだけなんでね、うまくついてくれるかな。
ワクワクワクですね。全てクリアコートしてるんでね、あまりなんていうかな、傷は心配しなくてもいいんですけども、接着するときにね、接着剤だけがねちょっと心配ですよね。こんな感じで、ここね、裏側からやったらね、カーボン調塗装のねあれなんで、コートなんでまず大丈夫ですね。歪まないようにね注意して、いい感じですよね。はい、この場に着きました。こっちにね穴貫通してないんでね、この翼端板はね安心してつけられますよね。よし、歪まないように、まあ歪んでたら直しますけどね。なんか妙に緊張するな。楽しいんやけどめっちゃ緊張してるっていうかね。ちょっとつけていきましょうか。とりあえずギュッとね、もう一回だけ、あまりいっぱい流すとね変に流れ込んじゃうんでね、そこそこにで無に出ちゃうんでね、あまりやると。はい、着きました。どうでしょうか。かっこいい、でかいですよね、エンドブレードが。ちょっと外れた、どうでしょうか、ね、かっこいい角度で今映ってたんちゃうかな。こうよりこうですね。今コムさんこうやって見せようと思ったんですけどね、こうの方がかっこいい角度やな。はい、できましたね。フロントウィング、フロントノーズね、かっかっこいい。わー、絵になる。こうやって置いとくだけでも絵になるね。かっこいい。はい、そしたら次ね、リアウィングのフラップね、最終つけていきます。こうですね、つきました。そして、やっぱりこれが無理かかるんだな。ちょっと後ろへ。のもんかな。ああ、行きましたね。はい。行けました。これはね、ちょっと穴あるんで、接着の方はね、要注意ですね。注意して、接着していきます。ちょっと少なめでね。まあ、接着しなくてもいいんですけどね。軽く接着しとこうかな。穴からね、接着剤出て、ドバーっていうかね、指で。ね、ぐにゃーってならないように、こんなとこかな。はい、非常にかっこいいですよね。丸ボロね。で、あとね、赤と、ここがね、
境目のね、ここカーボン塗装してあるんですけどね。でここもカーボン塗装ね。あの実写ね覗き込んでもねそんなにねカーボンパターン見えないんですけどね。ここはねこれあの浴炭板の内側はまあ、あの雰囲気的にね模型やったらやっといた方がね感じいいんでしましたけどね。まあ、遠くから見たらもう黒にしか見えないんでねこうやって見たらね。なんでこれでいいと思います。はい、リアウィングねこんな感じでできました。かっこいいですね。めっちゃかっこいいマルボロね。キラーンとねこんな感じですね。でこの黒効いてますよね。で蛍光色もねいい感じで出てね、うん、非常にいい感じだ。はい、こんな感じでできました。はい、ねもう少しだけねやっていこうと思います。今日中のね完成はちょっと無理っぽいのでもう少しだけねやっていきます。ねリアの、ウィングのね、フラップまだもう1枚これねありますのでこれ貼っていきます。ここですね。こことこうね。で実写の方はねもうほとんどねベタベタで、セットされてるように見えるので、ベタベタで、はい、接着したことを思います。こんなもんかな。あんまりね後ろ下がってたら変なんでね。あ、こんなもんですね。このぐらいやなっていうのはコムさんがね判断して、まあ、こんなもんやろということで切ってますね。いいんじゃないかな。かっこいい、ね、一つついただけでだいぶかっこよくなります。中にね前から見たらこうね感じ。はい、そしてもう一個いきましょうかね。これミラーはまだねちょっとまだ後でもいいんで今日はこれいっておきますね。これ純正にねパーツでついてるアンテナらしきパーツなんですけど、まあアンテナでしょうね。でこれねここで切ります。これまたね使える可能性あるんでこう置いときます。そしてこれをね土台だけ使っていこうかなと思います。これはねちょっとね最後の最後に来てね集中力がいるね。穴開けていきますよ。ここね。よし、結構開いたんじゃないかな。おそらくこれやとねちょっと太いかな。いや、あ、太くないね。これですね、ちょうどですね。はい、もうこんなもんでいいかな。ちょっと開きましたのでねよしとします。そしてアンテナね、手作りのアンテナここにね作ってあるんですけど、どっか行かないようにちょっと置いておきましょう。これねアンテナ置いてるんですけど、先端をねちょっとこんな感じで作ってありますね、アンテナっぽくね。そしてあまり長くもないね、こんなもんかな。一緒切りました。これはねいくらでも作れるんで、まあまあねいいかなと思います。これを GP クリアでつけられるかな。瞬着の方がいいのかな。クリアにしておきます。おそらく一発勝負というかね。お、入りましたね。入りました。ちょっと曲がってるね。
はい、こんな感じで、ね、作りましたね。これをね今つけてもいいんですけど、どうしようか、つけとこうか、つけときましょう。もう迷ったんでね、つけときます。ここカウル着せるときにもしかしたら邪魔になるかもしれないですけどね。最後の最後にしてよかったねって言うかもわからないですけどね。これは向きがあるのかな。向きはなさそうやな。よし、入ったね。入った模様なんですけどね。いいかな、こんな感じね。かっこいいね。よし、ちょっと接着剤ね、入れておきましょう。ちょっと、そしてもう一回ギュッと押さえておこう。よし、押さえることによってね、またグーッと入ってくれるんでね、接着剤入れてからでも。はい、つきました。こんな感じね。これは後にした方がいいかもしれないですけどね。はい、まあ今日はできる作業としてね、これ。で、あとね、気になってるのが、これなんですけど、これね、後でつけるか先つけるかっていうところですね。まあ、先つけてもいいねやろな、という感じですね。ちょっとね、その前にね、これいきます。テールランプね、こんな感じで塗装してあります。キラッとね、赤く綺麗に出来上がっておりますので、これもね、GP クリアでいきます。よいしょ。はい、そしたら。こういう時にね、ピーンと弾いてね、どっか行っちゃうみたいなこともあるんでね、さっさとつけた方がいいんですけど、向きとかいろいろ大事なところでね、最大容量になっちゃいましたね。あのカメラがね、最大容量になっちゃいました。じゃあどっちがいいかな、まあ、どこでも一緒なんですけどね、できるだけね、いいところでいいかな。向きはね別に決まってないんでね、これスポッと入れるだけなんで。よいしょ、これが入ったかな。どうかな、こんな感じ。テールランプ、この丸のね、このなんとも言えないね、このね、質素感、質素な感じというかな、いいですね。このなんとも言えへんね、この丸いね、なんていうのかな、素朴な感じというのかな、いいね、かっこいいね。はい、そしたら、今日はねこれで終わりたいんですけど、これつけとこうかな。これはまた後にしようか。マシンバランスあるんでね、今日はこうやって仮組で置いておくことにしよう。はい、ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。そうそう、この間にこれ
ね、ステアリングのとこも貼ったんですけどね、あの縫い目ね。あと、ここね、ここの中のね、金具、ブルーに、シルバーとブルーに塗ったのと、ここはちょっとね、先端ブルーなので、ブルーに塗りましたと。で、このボスの、デカールね、貼りました。これは、落ち着いたら、水性クリアの方を、ちょいちょいと上からね、塗っとこうかなと思います。はい、艶消しのね、ですね。そして、まだ何かあったかな？なんかあってんけどな。なんだろう。そんなもんかな？あ、そんなもんですね。はい。そしてね、セナもね、今日はちょっとね、仮で置いときます。まだ研ぎ出ししてなあかんのでね、仮で。こんな感じ。どうか。もうちょっと下向けたいけどね、今日はもう下向けません。こんな感じで。どうでしょうか。良くなったと思います。シートベルトね、いい感じでついてくれましたね。はい。ちょっと古びてる感じがいいかなと思ってるんですけど、あとね、ちょっとずつね、ロゴが見えたりしてね、隙間はまああってはあかんのですけどね、この横からね、ちょっと見えてたりして、いいんじゃないかなと思います。かなり隠れちゃってますけどね、もったいないね。シェルなんか完全に隠れてる。まあ、テープで剥ぎ取られることまずないんでね。シートベルトをもうちょっと細くしたりとかってやろう思ったらね、できるんですけど。まあ、太さはこんなもんかな。うん。まあ、いいですね、これで。はい。今度背の剥がした時にね、また見れるかなという感じです。はい。はい、ということでね、今日はこれで終わっておきたいと思います。大変長時間ご視聴ありがとうございました。次回また頑張りますのでね。次回ね、いよいよ完成になるかな。あれあるんですよ。完成した場合ね、なんだ、完成動画とかあるんでね、作業内容によっては完成動画が後になっちゃう、別動画になっちゃうかもわからないですけど、うまくいけばね、完成動画でまでね、いけたらなと思ってます。完成できると思うんですけどね、次回で。うん、まだちょこちょこあるんでね、見直しもせなあかんしね。はい、ということです。で、コムさんのいつものお願いね、チャンネル登録と、いいねと、コメントね、よろしくお願いします。はい、それではね、今日はこれで終わります。マクラーレンホンダ MP45 でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。